二次方程式と複素数についての第5回テキスト07ページを開いてください。今回は与えられた二数を解に持つ二次方程式。これをテーマにお話しいたします。13行目。二数アルファベータを解とする二次方程式。こういうのを考えますね。アルファとベータが先に与えられているんです。アルファとベータっていうのを解とする、そういう二次方程式。どんなものがあるだろうか。実は、 アルファベータを解に持つ方程式っていくらでもあるんですね。無数にたくさんある。そういう無数にある二次方程式の中で、特に X の事情の係数が1であるもの。それはですね、14行目のように、X マイナスアルファかける X マイナスベータイコール0と。こういうものだけであると。つまり14行目の方程式与えられたら、 この14行目を解いて、x、x-α が0、または x-β が0。こういう風に変形できて、それから x イコール α、または x イコール β。こういう解が出てくるわけですね。一般に、αβ を解とする二乗方程式はこれだけに限らない。例えば、14行目の式の前に、2とか、マイナス3とか、5とか、そういう係数がかかっていてもいいわけですね。 どっちみちそういう係数がかかっていても、例えばマイナス5っていうかかっていた両辺をマイナス5で割ってやれば14行目の式が出てくるからです。で、そういうわけで、X の乗の係数が1であるものっていうふうに限定しているのは、その方程式を一つにするためでありまして、X の乗の係数が一般に、例えば A であれば、smallA っていう値であるとすると、14行目の式、最初に A というのが書かれることになるわけですね。 少し余白に書くには長い分量かもしれませんので、できたら紙を用意していただけるといいのですが、次のようなことを書いてください。13行目に書いてあることをそっくりにスタートします。二数アルファベータを解とする二次方程式は、一般に A 括弧 X x-α x-β 閉閉じじるる開いてイコールゼロこういうことです。書き込んでいただきましたか ?13 行目の式で x の上の係数が1というのを x の上の係数が一般に a っていうふうに一般化したということですね。で、対応して14行目の式、a、の左辺に a がつくということです。 最後に皆さんに書いていただきたいことは、このことからですね、このことを次のようにさらに書き直すということです。アルファとベータが、AX 乗プラス BX プラス C イコールゼロの2回である。というのは、矢印、両側向けの矢印、同値記号ですね、必要十分の記号です。 で、それは、ああ、ax の事情、プラス bx プラス c、イコール a 括弧、a カッコ、x マイナスアルファカッコ閉じる、カッコ開いて x マイナスベータカッコ閉じる。となるということなんですね。で、何が言いたいかということなんですが、 私たちはとうとう解と係数の関係についてそれを本格的に導けるそういう境地に達したということであります。今述べたことが実は係係数の関係の関でであるわけですねでそれについて後で、えー、話をまたああ復習の形でそこに戻っていようと思いますがとりあえず皆さんには。 まず、13行目から、16行目に書かれている事実。これが極めて重要なんだということ。これを少し言い換える。パラフレーズすることによって、解答係数の関係が導かれるという準備だけをしておいていただきました。もう一度、13行目に戻りましょう。2数 αβ を解答する二乗定式で X の乗の係数が1であるものは、14行目。14行目の形になるんだと。 で、14行目の形、当たり前だということをしっかりと頭で、えー、理解していただいたら、それを展開したのは15行目の式にすぎません。ということは、この13行目から15行目について書かれていることは、αβ という2数、えー、それが与えられたときに、その2数を解とする二次方程式は15行目のように与える。つまり、α プラス β というのは x の1次の係数に、 その α プラス β にマイナス1倍をしたものが x の1次の係数。えー、α×β が定数項。こういう二次方程式を考えてやると、この二次方程式の2回が α と β であると。ということですね。ということは、このことから次のことが成り立つ。すなわち、18行目のように、α と β の和が p で、積が q。こういう2数 αβ は、 19行目の二次方程式、x の乗マイナス px プラス q イコール0の解であると。だって、なんでかって言ったら、この p のところに α プラス β、q のところに α かける β を入れてやります。で、そうすると、その19行目の p と q で表された方程式、α ベータで書き直してやると、まさに15行目になるわけですね。15行目ということは14行目。14行目になるということは、x についてのは、 これ解はとであるとすぐにわかりますね。でこういうわけで、えー、2数が与えられた時にその2数を解とする方程式、えー、これを作ることが簡単にできるということです。で2数を解とする方程式は一般に無数にありますから私たちはとりあえず13行目のところでは x の乗の係数が1であるものこういうふうに限定したわけです。でもちろん未知数は x に限らない 例えば t っていうのを未知数とする方程式を考えてもいいわけですね。与えられた数、例えば問いのように21行目の括弧一1番のように2とマイナス3ときに、x についての方程式を解いて x イコール2または x イコールマイナス3が出てもいいわけだし、例えば t についての方程式を解いて t イコール2または t イコールマイナス3と出してもいいわけですから、 その2数が与えられたときに、その2数を解とする方程式がただ一つに決まるわけではないんですが、それを例えば X についての方程式と、まあ常識に考えたとして、さらに大事なことは13行目の右側、X の乗の係数が1であると、こう限定すると、ここ話が単純になる。皆さんに書いていただいたのは、X の乗の係数が1と限定しないで、A とした場合、そのときはどうなるかと。 この時は別に14行目の一番最初にですね、A という文字がつくだけだと。ということでありますね。よろしいですかさて、まあ、とりあえずこれの練習問題をやりましょう。テキスト08ページですね。X と Y についての連立方程式 X、X 足す Y が2で X×Y が10。で、これを解きなさいと言われた時に、例えば、上の式を利用して Y イコール2マイナス X と、 y を x で表して、それを下の式に代入して y を消去するという常識なやり方で解いていく方法もあるのですが、そのような解法をするよりも、はるかに能率的に x, y を同時に求める方法がある。それはどういうことかというと、和が2で積が10ということでありますから、まさに丸7ページの20行目の問いを考えた時と同じようにして、 えー、未知数として、ここでは xy がすでに使われちゃっているので、xy 以外の文字、z でも何でもいいんですけど、ここでは t というのを使ってますね。えー、t についての二次方程式、t 以上マイナス 2t プラス10イコール0。これを考えればいいと。この2行目の方程式の2回が x と y になっているはずだということ。これは簡単にわかりますか回、えー、と係数の関係と、相当同じものであります。で、えーじ テキストページの行行目、19行目に書いてある字ですこれ実践してるだけですね。αβ に相当するのが x と y。で、x に相当する文字として t っていう風な文字に置き換えてますね。p と q がそれぞれ2と10になってるわけです。そういうわけで2行目の t の2乗方程式を解くと1プラスマイナス 3i。ということは、 連立方程式の解は、x が1プラス 3i で y が1マイナス 3i であるか、x が1マイナス 3i で y が1プラス 3i であるか、そのどちらかだっていうことですね。でこういうときに、プラスマイナスとかマイナスプラスっていう複合、複、え、合、ー、が2つになっている複合っていうのを使って、でそのときに x の方で上の方のプラスを取ったら、y の方では上のマイナスを取る。 えー、x の方で下のマイナスを取ったら y の方でも下のプラスを取る同じ順番で取るこれを複合同順っていうふうに言いますね2つのだ複数のあ符号、えー、それが同じ順で取られるということです、えー、6行目の問いこれはまさに同じ問題でありますので、えー、難しくないはずですその次の例題これもよくある話であります えーまあ、数学の問題のための問題というような感じもするかもしれませんけれども、解と係数の関係の理論をマスターするという意味で大事な問題ですね。二次方程式 x のを、2x のナス -5x プラス6イコール0の2つの解を αβ とするときに、α プラス1と β プラス1を解とする。そういう二次方程式を一つ求めなさい。で、普通だったならば、 まず与えられた方程式を解いて、アルファベータを具体的に求めてしまう。で、アルファベータを具体的に求めた上で、それにそれぞれに1を加えた数、それを解とする二次方程式を作る。こういうふうにすればできるじゃないかっていうふうに思いますね。それはその通りなんですが、そういうふうにすればですね、 上の例と同じようにして解くことができるということになるわけでありますけれども、もっとうまい方法があるということです。すなわち、私たちは9行目の α プラス1、β プラス1を解とする二乗方程式を考えたいわけですから、これら2数の和と積の値が分かればいいと、こう考えるわけです。すなわち、解答の12行目、13行目の左辺、α プラス1プラス β プラス1、 からアルファプラス1かけるベータプラス1。この値が分かればよいと考えるわけですねで。その値がどうやってって分かるかというと、実はアルファベータについて、12行目、13行目の式、左辺はアルファベータの対称式ですから、アルファベータの基本対称式といわれるアルファプラスベータとアルファかけるベータの値が分かっていればいいわけですね。しかるにそれは、解と係数の関係から10行目のように直ちに分かると。 ということは、10行目のアルファプラスベータ、アルファ×ベータの結果から、12行目、13行目の値が分かるんだということですね。そうすると、2数の和と積がこういうふうにして分かっているわけですから、あとは、上の例のようにして、えー、アルファプラス1、ベータプラス1を解とする二次方程式の一つとして、15行目。これは X の乗の係数が1の場合でやってますね。 これが、それだと。で、この方程式、まあ、分母に2が来てますので、全体2倍して、全体の係数を整数に揃えてやる。と要が、まあ、見やすいということ。そういうふうに考えるならば、16行目のように書き直してもいいわけですね。もちろん、こう、書き直さなきゃいけないという理由は何もないんですね。要するに、二次方程式は無限にたくさんあるわけで、そのうちで一つ、適当なものを答えれば、あ、良い。ということです。 同じような趣旨で17行目以下の問いがありますね。真面目に 4x の事情マイナス 2x プラス3イコール0の2回、それを求めておいてからアルファ引く2、ベータ引く2などを考える。こういうことをやらなくても、求めたいものは、例えばカッコ1番ではアルファ引く2とベータ引く2の和と積であると。こういうふうに考えるというのがポイントです。さて、 ここまで来てで、ね、皆さんは解と係数の関係についてのより本質的な議論が展開できる境地に達したわけです。皆さんにさっき最後に書き込んでいただいた関係ですね。もう一度そこに戻ってほしいのですが、どういうことを書いていただいたかというと、2数 αβ が、あるいは αβ が ax 上プラス bx プラス c イコール0の2回であると。 ま、方程式 AX 乗プラス BX プラス C イコール0の2回であると。ということは同値である。ことの、えー、同値の右辺に来るのは、えー、AX 乗プラス BX プラス C イコール A 括弧 X マイナスアルファ、X マイナスベータ。こういう式が成り立つということだと。とこれを書いていただきましたね。ここでですね、この同値っていうのがすごく大事なんですね。 え皆さんが解と係数の関係を最初に学んだときは、丸4ページですね。このように2回を実際に表して、でそして和と積を計算する。まあ、9行目、10行目のようにですね、計算して15行目、16行目の関係を導いてきました。これは全然本質的な方法ではないってその時に注意しましたが、その本質的な方法でない方法に頼って導いた解と係数の関係、 これを丸6ページの7行目。これで使いまして、この7行目の結果を利用することによって、15行目の関係を打ち立てたわけです。で、私たちはこの15行目の関係、二次式の因数分解が2回を求めることができれば、因数分解ができるんだ。こういうふうにして説明してきたわけですね。 実は皆さんに注目していただきたいのは14行目から16行目のところで書いてるのは2次方程式の2回がアルファベータであるとするとあいいですか2回がアルファベータであるとするとこの15行目の式が成り立つということでしたねよろしいですかだからどちらかというとこれはですね14行目から15行目にかけて上から下の行にかけて 矢印が流れるわけです。14行目が成り立つならば、15行目が成り立つということですね。で、皆さんに先ほど書き込んでいただいた紙か余白に書き込んでいただいた式、見てください。アルファベータが AX 乗プラス BX プラス C イコール0の2回である。で、両側向きの矢印で AX 乗プラス BX プラス C イコール A カッコ X マイナスアルファ X マイナスベータ。こう書いた場合、 この式と比べると、結局、丸6ページで言ってたのは、皆さんに両側向きの矢印だっていうふうに言いましたけど、実は、右向きの矢印ですね。それが成り立つということを、丸6ページでは言ってただけなんですね。で、それに対して、私たちは、この左向きの矢印も成り立つ。それは、あ丸6ページで言えば、 15行目の高等式から14行目の事実が導かれる。下から上が出てくる。ということ。これに対応することであるわけです。ax プラス bx プラス c が a 倍のカッコ x マイナス α カ x マイナス β。そういうふうに因数分解される。二次式がそのように因数分解される。ならば、α ベータが二次方程式の解になっている。ということですね。 そのことを私たちは丸七ページのところでやっているわけです。ということはですね、要するに、実はこの丸七ページのような理解まで進みますと、実は解と係数の関係は、もっとスッキリと出すことができるということなんですね。で、皆さんに書き込んでいただいた、あ関係、もう一度ありますと、アルファベータが AX 乗プラス BX プラス C イコール0の2回であるとは、 すなわち、二次式 AX 上プラス BX プラス C、イコール A 倍の括弧 X マイナスアルファ、X マイナスベートこれは、式として等しいということなんですから、両辺を比較してやる、高等式の条件ですね。重要なポイントですから、書きながら理解してください。ゆっくり言います。両辺の係数を比較しますね。X の上の係数は、まあ、比較するまでもなく、A と A で等しいわけです。X の一次の係数は、 左辺は B です。下って B イコール。右辺の一時の係数。それは、マイナス A、カッコ、アルファ、プラス、ベータ、カッコ、閉じると。こうなります。実際、右辺の A 倍の X マイナスアルファかける X マイナスベータ、これ展開しますよね。で、えー、X の一時の係数。これを出してやればいいわけです。でまとめますと、今述べたように、マイナス A、カッコ、アルファ、プラス、ベータ、カッコ、閉じると。こうなります。 また、定数項を比較すると、左辺は C。右辺の方は、A 倍のアルファベータ。つまり、C イコール A アルファベータ。こういう式が立ちます。よろしいでしょうか、えー、もう一度大事な式、復習すると、B イコールマイナス A カッコアルファプラスベータ。C イコール A アルファベータ。もし、パッとわからない人は、先ほど考えた式、AX 乗プラス BX プラス C。 イコール a、a カッコ、x マイナスアルファ、x マイナスベータ。この x マイナスアルファかけて x マイナスベータっていうのをゆっくり展開して、x の事情、マイナスカッコ、アルファ、プラスベータ、カッコ閉じる場合の x、プラスアルファ、ベータ。こんな風に書いておいて、で、S、全体に a をかけてやる。こうしてもいいでしょう。でこういう風にして、先ほど考えた高等式の x の一時の項と定数項を比較して、この二式が出てくるわけです。 そこの二式。b イコールマイナス a 倍のアルファプラスベータと c イコール a 倍のアルファベータという式。これをアルファプラスベータとアルファかけるベータについて解くと、次に書いてください。アルファプラスベータイコールマイナス a 分の b。アアルルファかけるベータアルファベータですね。イコール a 分の c。つまり、解と係数の関係ですね。実は、 二次方程式の解と係数の関係は解の公式を知らなくても導くことができるということ。ここがポイントなんです。同様に三次方程式に関しても解と係数の関係を導くことができます。えー、皆さんまた紙を用意していただきたいのですが、えー、次のように書いてください。アルファ、ベータ、ガンマが AX の3乗。 プラス BX の次乗プラス CX、プラス D、イコール0の3つの解である。で、両側向きの矢印を書いて、で、AX の3乗、プラス BX の次乗プラス CX、プラス D、イコール、A ッコ x-α、ま、カ,カッコ閉じて、またカッコ開いて、x-β カッコ閉じて、またカッコ開いて、x-γ カッコ閉じると。で、これが、高等的に成り立つ。方程式としての統合と、高等式としての統合、きちっと区別してくださいね。方程式、いい最初の両側向きの矢印の左側に出てる方のイコールは、方程式としてのイコールです。 それに対して、両側向きの矢印の右側に出ている方は、高等式としてのイコールですねで。これ、こういう三次方程式に関しても、こういう同値関係に成り立つっていうこと、当然わかりますね。この三次方、三次式に関する、この矢印の右側の方に出てくる三次の高等式において、これ高等式なんですから、両辺の係数が一致しなきゃいけない。x 三次の係数はまあ一致してるに決まっています。で、X の次乗の係数を見ると、左辺は B。 右辺は、これ展開が慣れないうちはちょっと難しいかもしれませんが、こう展開してやりますと、右辺の方の x の事乗の係数は、マイナス a、カッコ、アルファプラスベータプラスガンマ、カッコ閉じる。こういうふうになります。で、従って、この関係式から、アルファプラスベータプラスガンマ、イコール、マイナス a 分の b。こういう関係を出すことができます。 同様にして、X の一時の項の係数を比較すると、左辺は C。右辺はどうなるかというと、A 倍のカッコ、アルファベータプラスベータガンマプラスガンマアルファカッコ閉じる。こういう風うになりますで。この関係式から、アルファベータプラスベータガンマプラスガンマアルファイコール A 分の C。こういう式が出てきます。 さらに定数項を比較すると左辺は D。右辺は定数項はマイナス A 倍のアルフか×る×ンママイナス A、アルファベータガンマですね。両辺をマイナス A で割りまして、アルファベータガンマ。これがマイナス A 分の D。こうなるわけです。要するに、アルファベータガンマについて、 アルファプラスベータプラスガンマという式と、アルファベータプラスベータガンマプラスガンマアルファという式と、アルファベータガンマという式。それの値が、与えられた方程式の係数 ABCD を用いて、こういうふうに簡単に表されるということですね。で、今出てきたアルファプラスベータプラスガンマ、あるいはアルファベータプラスベータガンマプラスガンマアルファ、それからアルファかけるベータかけるガンマ。これを、アルファベータガンマについての基本対称式。 というふうに言うわけです。3次方程式に関しても解と係数の関係というのはこういうふうに容易に導くことができます。4次方程式に関しても同じように解と係数の関係を作ることができます。えー、時間のある人ぜひやってみてください。アルファ、ベータ、ガンマ、デルタが AX の4乗プラス BX3 乗プラス CX の2乗プラス DX プラス E イコール0の4つの解である。 ために、の必要十分条件は、ax4 乗プラス bx3 乗プラス cx の乗プラス dx プラス e、イコール、これ a 倍のカッコ x マイナスアルファ、かける x マイナスベータ、かける x マイナスガンマ、かける x マイナスデルタ。この式が高等的になりたす、ということである。で、これ、まあ、式が複雑になってきますので、だん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 、あの、使い手が、あ 使い道というか使う価値がですね減ってくるような気がするかもしれませんが実はあ基本対称式というのはこのようにしてですね、えー、出てくるものであるということです。で、えー、昔はですね方程、えー、式論というのがまあ盛んに研究されておりこの解と係数の関係を利用することによって 方程式の解の公式をですね、2次方程式から3次方程式、三次方程式から4次方程式、四方程式から5次方程式、で、そこへと拡張していくことができるというふうに期待されていたわけですが、まさにこの解と係数の関係についての研究から、実は5次以上の方程式に関しては、一般に解くことができない。一般に解の公式を得ることができない。 とといいうことも証明されるるに至っているわけであります今回は与えられた二数を解に持つ二次方程式に関連して解と係数の関係についての最も本質的な部分について講義いたしましたで少し難しいと思いますけれども解と係数の関係について少なくとも丸6ページで述べたように 二数、二つの解をアルファベータとすると、15行目のように因数分解できるってだけじゃなくて、15行目のように、丸6ページの15行目のように因数分解できるということが、2回、方程式の2回がアルファベータであるということである。まあ、14行目から15行目、上から下に来るだけじゃなくて、下から上に戻ることもできる。そこに問題の核心があるんだと。そういうことをお話ししたということです。